こんにちは。この飛行機はサーフライナー、羽田東京国際空港行き82便でございます。なお、この便は ANA 3882便との共同運航便でございます。手荷物は座席上のもの入れ、または前の座席の下などしっかり固定される場所にお入れください。壊れやすいもの、水漏れの恐れのあるものは前の座席の下にお入れください。また非常ジャッキーや通路の手荷物は必ず座席上のもの入れにお入れください。サーフライヤーでは空港及び機内にて新型コロナウイルス感染拡大防止、またお客様同士のご不安解消のため、マスクなど鼻と口を覆うものの着用をお願いしております。なお、理由なくマスクなどを着用されないお客様、並びに発熱など体調が優れないお客様につきましては、ご搭乗もお断りする場合がございます。着用が難しい理由があるお客様は乗務員にお申し出ください。皆様のご理解とご協力もお願いいたします。ドアが閉まりましたら、携帯電話を含む全ての電子機器類は通信用の電波を発する状態ではご使用になれません。ドアが閉まるまでに電波を発信しない設定にしていないのか、電源を切りください。皆様のご協力をお願いいたします。ただいまから皆様の安全のため、手荷物の収納状況を確認いたします。手荷物はしっかり固定される場所にお願いください。なお、回収済みのペットボトルや水筒などは上空での気圧の変化により水漏れの恐れがあります。上の物入れには入れず、お手元にお持ちいただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。早めにお座りになり、シートベルトをお締めください。ただいま飛行機のドアが閉まりました。携帯電話などの電波を発信する電子機器類は電波を発信しない設定に切り替えるか、電源を切りください。手荷物は座席上のもの入れ、または前の座席の下にしっかりと置いてください。また座席にお座りになり、シートベルトをお締めください。皆様のご協力をお願いいたします。乗務連絡です。乗務員は同モードをアームドに変更してください。皆様こんにちは。今日もサーフライヤー羽田東京国際空港行き82便をご利用いただきましてありがとうございます。なお、この便は ANA3882 便との共同運航便でございます。飛行時間は離陸後1時間20分を予定しております。シートベルトはしっかりお締めください。客室内は通路、化粧室を含め全席禁煙です。なお、加熱式タバコ、電子タバコは機内での喫煙並びに充電が禁止されております。携帯電話などの電波を発信する電子機器類は電波を発信しない設定に切り替えるか、電源を切りください。皆様のご協力をお願いいたします。また、お客様に安心してお過ごしいただくために乗務員はマスクと手袋を着用しております。お客様におかれましてもマスクの着用、手洗いや咳エチケット、近い距離や大きな声での会話を控えていただくなどご協力をお願いいたします。この便の機長は風間、私はパーサーの一田でございます。ご用の際にはお気軽に乗務員に声をおかけください。ただいまからこの飛行機の非常用設備についてご案内いたします。テレビモニターをご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。本日空の安全と皆様をお守りするため参りました。私スターフライヤーは、これから空の守護神として皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう、機内の設備、空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入り、または前の座席の下にお入れください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。携
怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますので、ご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込み、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていてもお座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるように、離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。機内は通路を含め全席禁煙です。もちろん化粧室も禁煙です。機内火災の予防にご協力ください。電子機器の発する電波が安全運航に支障をきたす恐れがあります。携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの電波を発信する電子機器は電源をお切りいただくか、電波の出ない設定に切り替えてください。酸素マスクは必要な時に降りてきます。マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引き、長さを調節します。大人がまず着用し、その後お子様にもマスクをつけてください。緊急の場合は衝撃に備える姿勢をとってください。この飛行機には前方、中央、後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。非常口には脱出用スライドがついています。脱出の際にはハイヒールは脱いで、手荷物は一切持たないでください。両腕を前に伸ばして上体を起こしてスライドを滑り降りてください。援助する場合はスライドの横に立ち、体を引き起こしてください。滑り降りた後は速やかに飛行機から離れてください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から救命胴衣を取り出し、紐がついている方を下にして頭からかぶります。前の留め具を差し込み、紐を引いてしっかり締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引き、救命胴衣を膨らませます。膨らみが足りないときは両側のゴム管から息を吹き込んでください。小さなお子様の救命胴衣は客室乗務員がお持ちします。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーマンまたは客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。ご案内いたします。機内に酸素が必要な場合は酸素マスクが降りてきます。その際はご自身のマスクを外し、酸素マスクを着用してください。匿名な点は乗務員にお知らせください。皆様、まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。3歳未満の小さなお子様は膝の上でしっかりお抱きください。また一人でお座りのお子様のシートベルトもねじれ緩みのないよう合わせてお確かめください。なお飛行時間は離陸後1時間20分を予定しております。皆さんはこの先リクライニング、フットレスト、テーブル、コントローラーがご使用になります。なお座席をお倒しになる際にはゆっくりとお倒しになるなど後ろの方へのご配慮をお願いいたします。引き続きシートベルトはしっかりお締めください。フライのベルト着用サインが消えましたが、安全のため座席にお座りがある方はすでにシートベルトをお締めください。後ほど飲み物をお持ちいたします。この件におきましてはタリフの国宝品、通常
Ladies and gentlemen, the captain has turned on the seatbelt sign. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened while the sign is on. Thank you.シートベルトの着用をお確かめください。ご使用中の座席の背もたれ、テーブル、足元のフットレスト、カップホルダー、コントローラーを元の位置にお戻しください。これより先の化粧室のご使用はお控えください。手荷物は元の位置にお戻しください。皆様、ただいま羽田東京国際空港に着陸いたしました。感染のためベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めのままお待ちください。また上の物入れを開けた際に中の手荷物が滑り出ることもありますのでお気をつけください。手荷物やお土産袋などをお取りになる際には確認の上お取り間違いのないようご注意ください。これより通信用の電波を発信する電子機器類もご使用になれます。なお携帯電話での通話はお控えください。この便におきましては到着ロビーまで皆様をバスでご案内いたします。今日もスターフライヤーと ANA の共同運航便をご利用いただきましてありがとうございました。またのご搭乗を心よりお待ちしております。